はい、中年オタッキーです。最近ね、なんかつまんないミスが多くて、今日もこのコニカ C35 で撮ってたんですけどね、撮り終わってフィルムを巻いて、あ、巻き終わったなと思って開けたら半分ぐらいしか巻けてなくて、半分ぐらいの写真が死んでしまったような感じで、それとですね、先日ツイッターとかでね、こいつ、ペトリペンタ、このねカメラの写真が、まあ、出来上がって現像もうまいこといったと、いうね、コメントしましたけども、とりあえず写真見てもらいましょうかね。ペトリペンタ V で撮った写真、作例です。はい、見事にピンボケです。あのね、どうもね、ピントの精度が微妙に出てなかったみたいですね。ほんのちょっとなんですけど、もっとしっかり確認してりゃよかったんですけど、だいたい合ってるんで、あ、いけるだろうと思って、撮ったらね、微妙にピントの精度が狂ってました。で、一眼レフカメラなんでね、ペンタプリズムがずれてるのか、ミラーがおかしくなってるのか、まあ、マウントはね、動かないだろうから、ちょっとね、難しい修理になると思います。こいつの本格的な写真、目測で撮るか。無理一眼レフを目測、まあチャレンジしてみてもいいですけどね。写り、とりあえずね、写り確認したいんでね、修理はちょっと難しそうです。で、今日はね、ペトリペンタ V の写真をまとじゃなくて、今日はこいついきます。これオリンパスのね OM10 で、写真を撮ってまいりました。最近ちょっとねオリンパスついておりますが、とりあえず今日はこいつの紹介になってまいります。それでは本編スタート。はい、このオリンパスの OM10 なんですけどもね、まあ、OM シリーズの、廉価版としてね、まあ、OM1 とか OM2 とかいろいろありますけど、これ OM2 っていうのがね、AE カメラであったようなのですが、それのね、廉価版として発売されたもので、通常ね、OM システムって、全てのカメラに全てのシステムが使えるってことなんですけども、こいつはね、モータードライブには対応してないのかな。で、部品点数を少なくしてコストを下げて、当時のね、物品税の課税対象でない上限金額の4万円、4万円という価格を実現して、結構ね、その4万円で、AE 専用機っていうのはね、多かったみたいですね。物品税って若い人は知らないかもしれないんですけど、高額のね、まあ、言うたら贅沢品にね、確か 16% だったかな、を課税するという、自動車とかで冷蔵庫とかテレビもね、全部 16%、昔は課税されてたんですね。で、消費税が導入された時に、物品税が廃止になって消費税になったんで、随分高いものが安くなったって言って喜んだ。まあ、バブル期にその拍車をかける、消費税が拍車をかけるっていう歴史になったんですけど、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、で、今日そのこのオリンパスの OM10 でね、2本のレンズ、で写真を撮ってます。1本はね、ちょっと今日持ってきてないんですけど、ズームレンズ、随行の35-70 3570ですね。当時ものすごく、流行した画角ですね。今使っても使いやすいと思います。フルサイズに3570はね、スナップ写真を撮るには一番いい画角だと思ってます。別にね、広角がいらないとか、望遠がいらないとか言うんだったら3570で、ちょうどいい、画質もいいものが多いんでね。で、なんだっけ、カメラの何は京都店で、1000円で買ってきて、分解してちょっとおかしくなった。
以前言いましたけどね、ちょっとかけさせちゃった、この50ミリ、追光の50ミリ F1.8、この2本のレンズで、フィルムがね、いつものね、イギリス製の、モノクロフィルム、ケントメア100、で撮影してきました。まずは、3570の3枚、を紹介していきますけどね、この、レンズですね、解像度はね別な、そんなビシッと出るものじゃないです。以前ねニコンの F501 とか F601 を紹介した時にはビシバシに解像した写真が 出たんですけど、このレンズはねそんなに高解像度を狙ってないのか出せなかったのかわからないんですけど、ね、ご覧になったようにそんなに改造はしてないです。ただボケがいいですね。35-70ズームレンズの場合にはなかなかボケがいいと思います。で、次は 50mm ですね。 50mm の方もちょっと作例3枚、作例3枚なんですけどもね、 50mm の方はねちょっとねカビが取りきれなかったのと、中玉のレンズを1枚、周辺部をかけさせてしまったので大きく影響が出るかなと思ったら、夜撮った写真は影響が出ましたけど昼間撮った写真はそんなに影響は感じられないです。ただ、やはりこちらもちょっと解像度がそこまではない、もしかしたらねそのレンズのカビとかの影響が出て解像度が落ちちゃってるかもしれないんですけど、まあでも雰囲気的にはまあまあの写真撮れました。まあ総じて言えばねその3570も 50mm も、ボケがいいっていう印象ですね。これちょっと見てみて、ファインダーで見てもそうなんですけども結構ボケがいいです。玉ボケみたいな感じで今ちょっと夜ですからね玉ボケみたいな綺麗なボケします。あんまりうるさくない感じですね。でこのカメラの性能なんですけども OM10 はね AE 専用、基本 AE 専用カメラになります。でシャッタースピードは1000分の1まで、フラッシュシンクロは60分の1で基本的にはクランク巻き上げですね。で横巻く、布巻く横走り、フォーカルプレイになりますね。で AE なんでねシャッタースピードが明るいこんな感じの音でね、やっぱね音的にはねもう巻き上げ音もそうですし、シャッター音もそうですけど、やっぱ安いカメラだなっていう音はします。で、このね、軍艦部の、装備なんですけども、通常ね、ここってね、普通のカメラはシャッタースピードなんです。これね、ISO 感度、当時でいうアーサー感度と、あとね、逆光補正ダイヤルも、露出補正ダイヤルも兼用してますね。で、シャッタースピードは、ダイヤルは最初はありません。当時オプションで3500円した、マニュアルアダプターっていうのをね、確かここにつけるんですね。で、こいつはもうないんですけど、ここにつけて、レンズの絞りとこっちのダイヤルで、マニュアル化することはできるみたいです。で、ヤフオクとかでもマニュアルアダプター付きというので売ってると思いますけど、結構ねこのオリンパスのね OM シリーズね高価なんです。高いんですね。で、まあ写り的にねちょっと柔らかい写りをする雰囲気のいい写真が撮れるっていうんで人気が高いようです。で、まあ私も結構な金額出してもうどうしてもね OM シリーズ使ってみたかったんで使ったことなかったんでね、これ5000いくらでレンズ付き3570のレンズ付きを買いました。本当はね M1 が欲しかったんですけど、まあこれ OM10 ということでね、まあ、安く手に入るということで M1 なんかねもう程度がいいやつだったらもう2万円ぐらいいっちゃってるやつもありますし、結構ねいい値段になってるんですね。で購入される方はそうですね AE 覚悟だったら全然 OM10 いいと思います。ただマニュアルアダプターがなければマニュアルが使えませんのでそこは微妙になります。で使い勝手はいいです。軽いです、ちっちゃいです、軽いですしね、この間はその京都で街歩きで持って行ったんですけど3570つけて、スナップ写真撮ってきたんですけどね、駅の写真とかもありましたけど、かなりいいと思います。こじんまりしててねそのかさばらないし、
いい感じで撮れました。はい、今日の、カメラ紹介はこんな感じになるんですけども、まあオリンパスの一眼レフカメラって言ったら、この間紹介したオリンパスペン FT もそうなんですけどね、かなり独創的な、設計をね、前谷義久さんだったかな、ちょっと人の名前を覚えるの苦手なんで間違ってるかもしれないけど、設計者のね、前谷さん、かなりね、独創的な考えを持っておられる方で、ペンシリーズとかの設計も手掛けておりますし、まあカメラ界では結構伝説の人になっている人なんですけどね。で、その OM シリーズっていうのもね、その舞谷さんの M を入れたとか、まあ一眼レフカメラのモノっていうのの M を入れたのか、ちょっと定かではないらしいんですけど、なんかどっちかよくわかんないみたいな、まあこんな感じでね、オリンパスのね OM シリーズ、その写り的にはね、柔らかい描写でいいと思います。そのニコンファンの方のね、解像度重視、そのメカニカルなものとかを撮るのにはちょっと向いてないかもしれないですね。はい、それでは今日は、このレンズ45センチまで寄れるって、そう、50ミリの方ね、これ45センチまで寄れるんで、ね、ちょっとマクロっぽい写真も撮れます。はい、今日のカメラ紹介はここまでです。それではね、ここからは、恒例のね視聴者様の、写真、行ってみたいと思います。一番最初が、夢旅人さんの、写真を紹介してまいります。はい、夢旅人さんのね写真、見ていただきましたかね。その1枚目だから、神社の写真ね、これね、もう恐ろしく解像度が高いですね。ものすごくシャープに撮れております。色もいいですね。で、撮ったカメラがね、キヤノンのね、モデル L3、レンズがロシア製のね、インダスター 26mm50mmF2.8 ということで、ロシア製のレンズもなかなか映るんですね。これいわゆるね、コピーライカー、L マウントですね、コピーライカーになりますけども、まあライカーはもちろんいいんですけども、コピーライカーもなかなか、いいものが多くて、ロシア製のね、そのカメラもあるし、キエフとかですか、レンズもあるんですけど、まあ、ロシア製のカメラはなんか当たり外れがすごく強いという評判も聞きますけど、そのレンズはねそこまで当たり外れないだろうから、そのキヤノンとかの、その、コピーライカに、ロシア製のレンズを乗っけるというのは美味しいのかもしれないですね。で、この神社の写真なんですけど、構図もね、その手前のね、その通路っていうか、その絵を広く撮って、空を入れないことでね、その神社の草原さが出て、これ構図なかなかいいと思う。この写真いい写真だと思いますね。はい、次が落合さんかな、落合さんの写真を、紹介してまいります。はい、落合さんの写真ですけどね、これね、似たような写真になるんですけど、時間が全然違うらしいです。午前と午後なのかな、午前中と午後ということで、カメラがオリンパス OMD の EM52 で、M 随行デジタル、1442F3.5 から5.6 っていうレンズで撮られています。で、2枚目の方のね、写真をちょっと出しますけど、逆光でもね、コントラスト崩れなく、これいいレンズですね。このしっかりとコントラスト乗っかって色も出てますしね、いい感じで撮れてますね、この写真ね。
まあ、オリンパスさんのレンズね、さっきもちょっとオリンパスのカメラ紹介しましたけど、しっかり作られておりますんでね、もうオリンパス、これどこにオリンパスは出してるんだろうな、ちょっとどこ製かはっきり分かんないですけど、いいレンズを作ってますね。はい、落合さんの写真は、こんな感じですね。で次が、柿の木さん、柿の木さんの写真を紹介してまいります。はい、柿の木さんの写真ね、ニコマと FT2 で撮ってある、ということで、レンズが、ニコレス仕様と 50mmF1.4、オールドレンズになりますね。で、今日ちょっと1枚目の写真を紹介してまいりますけども、フィルマ富士の記録用100ということで、ネガ、カラーネガになるんですけどね、この写真注目してほしいのはやっぱりハイライトとシャドウですね。一番明るいところにだいたいね、露出が引っ張られて映ってるんですけどもね、暗いところがね、しっかり描写されている、このネガのね、ラチチュードの広さを生かしたね、いい写真だと思います。ね、で、2枚目の写真もね、まあそうですけど、ニコンのレンズの解像度の高さを、よくね、表してるね、写真だと思いますね。はい、次が、おしゃれな高志貴子さんの写真を紹介してまいります。はい、おしゃれな高志貴子さんの写真を紹介してまいりました。カメラがね、アサヒペンタックスのね、SP、スーパータクマの 55mmF1.8、この間ね、僕も入手しましたけど、レンズで、アトムレンズですね。アトムレンズはね、まあ、キャノンでもそうなんですけどね、まあ、コニカでもそうですけど、結構ね、色のりがいい、写真が多く撮れるんですけどね、この2枚目の写真をね、ちょっと紹介しますけど、これ、カラーネガのね、富士カラー100で撮ってる、富士カラーの100はね、大体ね、その何て言うんですか、忠実再現、色的には忠実再現っていう感じになるんですけどもね、それにしてもね、そのスーパータクマのね、色のりの良さでね、これいい写真になってますね。で、この写真の注目してほしいのはやっぱ前と後ろのボケですね。ボケが非常に綺麗です。ペンタックスのね、タクマはね、ボケが素晴らしいです。ボケに関して言ったらちょっと僕が一番好きかな、タクマが。まあ、解像度はね、そこまでは伸びないんですけど、ボケがとにかく素晴らしいレンズになると思います。いい写真だと思いますね。はい。で、次は、これ言っちゃっていいのかな、井上ひじりさん、の写真を紹介してまいります。はい、初投稿ですね。井上じいさんの、写真ですけども、カメラがね、キャノンの EOS M2、で、レンズこれね、1枚目、メイケ 35mmF1.7 って言うんですけど、ちょっと僕知らないんですけども、で、2枚目の方ね、タイヤがカラフルに色塗られてるやつは、マウントアダプターで 50mm の F1.8 を乗っけてあるのかな。で、2枚と、まあ、ちょっと1枚目の写真だけ紹介しますけど、これね、もうデジタルカメラのね、解像度をね、活かしたね、すごいいい写真だと思います。立体感がありますし、で、このレンズなかなかいい発色してますね。うん、この、ちょっと知らないんだけど、オールレンズなのかな、その金属の質感とかもしっかり出ております。もう1枚の写真もね、もう教科書通りっていうね、写真でね、これいい写真になってますね。もう、カメラのカタログに出てきそうな写真だなっていうね、本当にね、いい写真だと、はい、思います。投稿ありがとうございました。で、次がね、
キャンスタジオ F11 さんの写真を紹介してまいります。はい、スキャンスタジオ F11 さんの写真なんですけど、これどちらも素晴らしいですね。なぜ今日ね、今日の昼間のこのカメラで写真撮ってたんですけど、これ以前ね、ミッシェルさんからいただいた、いわゆる和製ズミクロンっていうね、というレンズで、リケノン、50mmF1.7 ほんで、まあ、ズミクロンの写りに近いっていうんで、もうね、今日の日、うわ、いいや、やっぱいいな、いいな、みたいな感じで撮ってたんですけど、これ本物ですからね。本物ズミクロン、ライカ M3 ズミクロン F3.5、35mmF3.5、コダックのプロイメージ100で撮られてるんですけど、まあ、この2枚目の写真ちょっと、どっちを紹介しようかなと思って2枚目の写真をね、ちょっとクローズアップしますけど、これ素晴らしいですね。この暗い中でね、色もしっかり出てますし、解像も素晴らしいですね。まあ、スキャナーもいいんでしょうけどね、いつも言ってますけど、高解像度のね、スキャナーを体験したい方はね、東京都の葛飾区のスキャンスタジオ F11 さんをもう叩けばいいと思います。リンクはね、私の YouTube の、プロフィールの概要に、貼ってありますので、リンクっていうか URL ですけど、もしね、興味がある方はそちらから、行ってみてください。はい、その次、ラストになりますかね。サファイアさんの写真を紹介してまいります。はい、サファイアさんの写真なんですけど、いつも紹介してるのは、富士のね、富士クローム100なんですけど、今回はね、エクタですね、コダックのエクタクローム400で撮られているってことで、カメラはいつもと同じ α7700i で、レンズが α2885 3.5 から 4.5、になりますけどね、ちょっとね、ミロのヴィーナスの写真の方、1枚目の方紹介しますけど、これだいぶ昔の話写真らしいんですけど、ミロのヴィーナスがこんな開けっぴろげのところに飾ってあったんですね。まあ、それはともかく、もう色がすごいですね。ものすごく濃い色が出てます。で、ミノルタのレンズなんですけどね、コダックのね、フィルムと合わせるとね、ものすごく濃く出るらしくて、実は、先日、家族用の写真でね、まあ、こんな感じで撮ったんですけど、運動会の写真とか撮ってきたんですけどね、ミノルタの α9XI で、レンズは、ミノルタ F100-300 と、2485と2本使ったんですけど、カメラの北村のナルト店さんの店長さんからは、まあ、これ濃いねって言われましたね。コダックのフィルムとミノルタの、カメラ。相性いいぞ。ということで、なかなかだなって、で、言われてました。はい。まあ、ちょっと話は脱線しますけど、カメラの北村のナルト店、この間行ったらね、コニカの一眼レフとね、ヘキサノン 50mm、うわぁ、むちゃくちゃ欲しいなと思ったけど、ちょっとね、7000いくらだっていうんで、高いんで手が届かなかったんで、買ってこなかったんですけどね、北村さんの店長さん、これ見てたらもうちょっと安くしてください。もうね、しっかりね、見られちゃってるんでね、僕は行きつけのカメラ屋さんっていうか写真屋さんで、3つ構えてるんですけど、カメラの北村のナルト店と、カメラの北村藍住店、あと、カメラの北島さん、カメラの北島さんは個人店なんですけど、ちょっとお年を召されたね、大将、かなりフィルムマニアの大将と、あんまりフィルムとかことが、やってない息子さんと二人でやってるんですけどね。結構いいお店なんですけど、ただ日曜日が休みなんでね、日曜日がずっと仕事の時はいけないぞ、日曜日が休みの、週はいけないぞっていうことなんですけど、最近ちょっと日曜休みばっかりで土曜休みが取れなくて、ちょっとカメラの北島さんちょっと足が遠のいてしまってるんですけどね。まあ今日のね、
写真の紹介はこんな感じでした。皆さん投稿ありがとうございました。サファイアさんの写真も今回のね、ほんとね、ミノルタのね、あのレンズと、フィルムの相性おーって感じでね、ちょっと見てました。このようにね、カメラとレンズで、カメラのレンズとそのフィルム結構ね相性があります。どれがいいかどれが悪いかっていうのは、よくわからないですけど、特にねカラー写真の場合はね、レンズの質とか、何ですか、なんだっけ、コーティングか、コーティングとかでね色のりが変わったりとか、色が濃く出るフィルムと、色がで濃く出るカメラとかだったらうおーって色が出たりとか、あの逆に淡白に撮りたかったらね、その色があんまり出ないフィルム、忠実再現のやつで、その淡白に映るレンズとか、そのものとかね、そういうのに合わせてもね使い分けるような人もいるんじゃないかと思います。僕はその領域まではちょっととても達してないんですけどね。ただミノルタの、レンズとそのコダックのフィルムネガに関しても、なんか濃く出て面白いぞっていう感じはします。はい、今日のねカメラ紹介と皆様の写真の紹介、今日の動画ここまでになります。でね、次の動画なんですけど、とりあえずはね次の動画はこれいきたいと思います。こいつですね、またオリンパスかよって言われそうですけど、もうオリンパスのカメラがいっぱいあるんでね、これいい写りしますよ。なかなかいい写りします。ペン EE の初代ではね撮ってたんですけど、 EE3 をねあの再度、仕入れまして、なかなかいい写りします。こいつの紹介いきたいと思います。はい、今日の動画はここまで。また次の動画をお待ちください。写真のねあの投稿も次々と受付しております。またこの辺にねチャンネル登録ボタンが出てきますんで、チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録お願いします。最近ねちょっとチャンネル登録者数の伸びとかが頭打ちになってきております。で、僕の動画の限界はこの辺かなと、思ってもいますけども、フィルム写真をね後世に残すためにできるだけ頑張っていきたいと思っておりますので、もし同意される方はねシェアとかしていただければ嬉しいです。はい、では、また次の動画をお待ちください。また次の動画で、さよなら。最後まで見ていただきありがとうございました。